はい、格闘オタクニュースゾウの雑白です。今回はライジン41大阪大会新龍誠 vs 北方大地の試合動画速報です。新龍誠選手はディープ王者、海外のなんちゃら王者で165センチ57キロ、22歳、15勝1敗、決定率 20% ですが、まあ、日本ではもうトップと言っていいフライ級の選手です。正直平達郎選手、堀口恭司選手、小木チャンネルに並ぶかもしれません。そして北方大地選手は163センチ57キロ、32歳、1階級下、ストロー級のパンクラシストで今回1階級上げてきました。20勝11敗50の決定率があります。新龍誠選手はいわゆるオールラウンダーですが、グラップラーよりのオールラウンダーでフィジカルの化け物です。北方大地選手はオールラウンダーですが、まあ、どちらかというとストライクよりテクニックよりと言っていいでしょう。まあ、戦前の予想では新龍誠選手を勝たせる試合だとも言われていました。1ラウンド始まりました。まず見合う両者、サウスポーの新龍選手、オーソドックスの北方選手です。ただ新龍選手が思いっきり左ストレートを打ったところ、思いっきり顔面に当たった北方選手です。その後に打ち合いに喧嘩に行ったんですが、四つからの投げでトップを取ったフィジカルの強い新龍選手でした。その後もフィジカルさを生かしトップを取り、膝、肘、パウンドをどんどん打っていきます。一発一発距離は短いのですが、ごつい肘やパウンドを打っていき、一発の肘で北方大地さん流血をしてしまいました。その後も肘パウンド、肘パウンドで圧倒していく新龍選手で、寝技の展開だとフィジカルはもちろんですが、テクニック的にも北方選手は何もできませんでした。テクニックでも1枚2枚も上手なのが新龍選手です。そのままどん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 攻め込まれ、もうレフリーストップでもいいぐらいな出血量でしたから、1ラウンド終わりました。もう圧倒と言っていいでしょう。そして2ラウンド入りました。北方選手はもうここで挽回しないと負けです。ですので、思いっきりサウスポー対策の一つのセオリーとして右ミドルを打ちました。ただそこですぐにタックルに行き、でそこをカウンターのギロチンを取った北方選手ですが、すぐに抜けてまたまたトップを取られ、そのままどんどんまた肘パウンドを打つ新龍選手です。そこから肩固めの対戦に入り、ハーフから足を抜きサイドに回り、そのまま肩固めで心身一本 KO です。もうあっぱれとしか言いようがありません。ここまで強いと本当に小木チャンネル、堀口恭司選手、そしてなんとかメドフとの試合が見たくなり、フライ級戦線が一つも二つも面白くなったのではないでしょうか。以上となります。ご視聴ありがとうございました。明日10時からライブ配信ご覧ください。それではさよなら。